はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、アストラリュウです。さあ本日なんですが、皆さんこの未来竜王ホープというモンスターご存知でしょうか。このモンスター僕大好きでね、これめちゃくちゃ勝てくて強くてかっこいいんですよ。今日はね、これをね3体並べていきたいと思います。はい、これどういうモンスターかっていうと、ナンバーズモンスター以外の同じランクのモンスター、エクシスモンスターかける3で作れるっていう、まあ、この正規召喚条件は、まあ、ほぼ使われなくて、ルール上このカードはランク1として扱い、未来用ホープカード、未来用ホープカードとして扱って、で、未来用ホープの上に重ねてエクシス召喚することもできるよっていう効果になってます。まあ、要は、これの上に重ねることができるよってことですね。で、未来用ホープがナンバーズモンスター以外の同じランクのエクシスモンスター2体で作れるんで、実質こいつは、同じ、ランクのナンバーズ以外のモンスターで作れるよということなわけですよ、未来竜王ホープさん。でこれを出すときに、要は未来王ホープがいればいいんですね。盤面に未来王ホープの上にすぐポッて重ねられるんで、で未来王ホープを一生出し続けることができれば、まあ、理論上無限回未来竜王ホープが出せるんですよ。で未来王ホープってこれナンバーズモンスターなんで、ナンバーズ71のリバリアンシャークっていうモンスターで、これナンバーズ蘇生できるんですよね。だから墓地にこいつ落ちてれば、もう一生そのリバリアンシャークで釣り上げるっていうことができるんですけど、これこいつを墓地に送る手段って結局その素材を取り外すしかないんですけど、今回診断でゴブリンライダーっていうテーマが実装されてまして、エクシーズ素材を取り除くっていうのがめっちゃ得意なんですよね。なんでゴブリンライダーを使うと未来王ホープを取り除きながらリバリアンシャークで未来王を蘇生して、その上に未来竜王ホープを重ねるっていう動きが、1ターンに3回できるんですよ。なんで、今日は、1ターン3未来竜王ホープ決めていきたいと思います。こいつちなみにモンスター効果を無効にする効果持ってって、これ名称指定じゃないですし、戦闘効果打開されないんで、これ3体並んだらで大体勝ちですね。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あ、初動かぶりすぎ、めっちゃ来た初動。セアミンとデスガイドさんは召喚権使うので、これ被んなくていいですよ。来るんだったらベイゴマックスください。あ、オッケー。ミアンダ召喚、ミアンダ悪魔族ならマジでかいよね。てかさ、診断さ、みんな多分天敗竜しか多分使ってないと思うんだけど、マジで盛らずに。ゴブリンライダーおもろいからちょっと触ってみてほしいんだよな。そんなに高くないし、このテーマガボンガとかはまあ一応 UR なんだけど、そんなにね、デスガイド持ってる人だったら結構作れるんじゃないかなっていう、そういうレアリティだから、めちゃくちゃ楽しいテーマなんでね。エクシーズ展開テーマが好きな人は好きだと思う。なんかホープとかああいう系。第三条持ってこ、ちなみに OCG の方でゴブリンライダーってなんかすっごい評価残してるんですよ。なんかのレベル6のやついるし、あとなんか新しいエクシーズモンスターも出るし、ちょっとまだまだ楽しくなりそうなんでね。レベル6のね、天井天下なん、なんだっけ、バットアサってじゃん、ちょっと読み方忘れた。天井天下のゴブリンライダーが来るとめっちゃ強くなるから、まあ、それ来たところでまたね動画にしたいとは思ってるんですけど、まあ、今回の診断の、ところでは現時点ではもうありえない、クソデッキの量を作ったので、ゴブリンライダーで、これ全部動画にしていくと、まあ、多分1ヶ月が終わるかなという気はしてますね。はい。で、チャリオットキャリー号さんの効果発動しまして、でチャリオットキャリーの効果によりゴールドプライドベタラックを持ってくると。ベタラックはちなみにライフを、失いながら GP を持ってこれるよっていう効果あって、 GP はライフが自分の方が減ってると特殊召喚できるみたいな効果あるんで、これめちゃくちゃ強いですね。で、まずランバーズ以外の、同じランクのモンスターで未来王ホープを出します。フューチャーナンバーゼロ未来王ホープを出します。で、フューチャーナンバーゼロ未来王ホープ1体のを使ってオーバーレイネットワークを再構築。うわ、別にランクアップはしないから、フューチャーエクシーチェンジ、あらあれよ、フューチャーナンバーゼロ未来竜王ホープ。そして、ゴブリンライダー第3条の効果を発動。ゴブリンライダー第3条の効果によりフィールドのエクシーズ素材を一つ取り除くことによって自分の墓地からゴブリンライダーモンスター1体を手札に加えることができる。これによって爆音食らったことになり、さらにゴールドプライドリオンを特殊召喚。ゴールドプライドリオンは自分のライフの方が、少ないと特殊召喚できる。そしてレベル3のモンスターにあえてオーバーレイエクシーズ召喚。ナンバーズ71リバリアンシャーク、リバリアンシャークのモンスター効果を発動。自分の後ろナンバーズモンスター1体を特殊召喚することができる。
これにより未来用ホープを特殊召喚し、このモンスターの下に素材を一つ重ねることができる。そして未来用ホープ一体でオーバーレンジャーが再構築。エクシーズ召喚フューチャーザンバーズだよ。未来流用ホープ、さらに冷血ミアンダラ効果を発動。ヒルドのエクシーズモンスターのオーバーレンジャーを一つ外すことにより、このカード墓地から特殊召喚、特殊召喚に成功した場合のミアンダラ効果を発動。ミアンダラ効果により自分の手札からゴブリンライダーを特殊召喚、さらにレベル3のモンスターに対してオーバーレンジャーを構築。エクシーズ召喚アラハレオナンバー81イバリアンシャークやってることはこれなんですけど、いや同じことをやり続けるだけっていう話はあるんですけど、オーバーレットを1つ使い、フューチャーナンバーゼロ未来予報部を特殊召喚。素材はまあこっちでいいか。そして、未来予報部1体でオーバーレット枠を先にこっち、まあ、どっちでもいいんだけど、一旦こっちですか。まずエクシーズアーマーフォートレスを特殊召喚。エクシーズアーマーフォートレスの効果を発動。エクシーズアーマーフォートレスは、素材を発すことによりアーマードエクシーズカード1枚を手札に加えることができる。これによりフルアーマードエクシーズを手札に加える。さらに、未来用ホープ一体でオーバーネットが再構築。エクシーズ召喚フューチャーナンバーゼロ未来流用ホープはい、トリプル未来流用ホープできました。そして、モンスター2体を使って最後にリンク召喚。これ素材が1個もう1個なんかうまいこと使えてると、あのダークナイトランサーもできるんですけどね。まあそんなことしなくてもマスカレなりドネアの方が強いっていう話はあるんで、さあとりあえず、カードを肉成させてもらって、冥王結界派だけやめてくださいって言いながらターンを終了するしかないな。冥王結界派打たれても一応墓地のリソースを使って妨害は構えられたりはするんだけど、エクシーズアーマーフォートですね。なんですけどちょっとさすがに未来竜王3体とマスカレの向こう消えんのマジヤバすぎるんで、冥王結界派だけ本当にやめてください。マジで本当に通報します。霊獣じゃん、出た、ノートレテーマ来た、ノートレテーマだ。ちょっとこれあれやばい、ちょっと俺も一応多分動画に、これこの動画の前に多分動画にしてるとは思うんだけど、マジで分かんなくてちょエアプさらす可能性あるんで気をつけてください。霊獣は本当にねプロに任、プロがいるから、まあ、霊獣のプロに聞いてくれ。霊獣はアペライオ、はい、アペライオ見して種族のちゃうやつ持ってきて手札一枚してるっていう効果ですね、これは。はい、で精霊術界では強いですね。精霊術界ではさすがに強い。あ、筋テレ捨てちゃうんだ、へえ。いいの筋テレ捨てで大丈夫。これはあれですね、モンスターが並んでただ並ばないようにしたらいいんじゃないかな。とりあえずねモンスターが並ぶとやばいんですよね、このテーマ。とにかくモンスターが並ぶと、なんでモンスターが並ばないように、気をつけていくことが一番重要な気はするね。このテーマにの対策としては融合されるとワンチャンね起きるかもしれないから、で 2素材使っている方を1回切って、で特殊召喚食らったで食らった特殊召喚成功時、自分の墓地からゴブリンライダー、ぶっ込みのタクを特殊召喚して、はい、でぶっ込みのタクの効果によってゴブリンライダーマジックトラップカードを1枚サーチする。さらにその効果に遅延しフルアーマードエクシーズの効果を発動。フィールドのモンスターで、エクシーズ召喚を行います。フルアーマードエクシーズ、うわゴブリンライダー、これビッグヘッドガボンのガボンカの方が強いか、なんか吸収しちゃったか、なんか無効にするより吸収した方が強いけどさ、アブリッキーガボンが特殊、そして、特攻の高の効果によってゴブリンライダー第3条を1枚手札に加えさせてもらうぜ。そして、ゴブリンライダービッグヘッドガボンガの効果、ゴブリンライダーマッシュムーンを特殊、加えて特殊召喚していくぞ、マッシュムーンの効果を発動。マッシュムーンはちなみにメインフェーズ中だったらフィールドのエクシスタイルを届いて自分を特殊召喚することができます。そして特殊召喚して、まあ、どっちでもいいか、タクを除素材に使って特殊召喚、そして特殊召喚すると素材が外れたので、ビッグヘッドガモンから効果、素材が外れたためフィールドのモンスターを素材にする。ありがとうす、相手のターンで死ぬほど動くぜ。さあ来い精霊術界リラ。
これはモンスターが召喚されるとワンチャン起きるかもしれないんで、これ召喚剣も使いましたよね。まあ、未来流ホープで止めればいいか。まあ、未来流ホープあと2枚いるしな未来流ホープあと2枚いるし、まあ大丈夫だろう。未来流ホープが3体いるんで、未来流ホープの効果を雑に使っても大丈夫ってね。ちなみにあとモンスター効果2回無効とマスカレーナリトルナイトがありますので、多分もう大丈夫だと思います。さすがにラバゴとかさなければ、ラバゴねえか、もう紹介したから多分大丈夫。もう未来流ダブル未来流を超えれんだっていうか、そもそも霊獣ってトリプル未来を超えれんの、そもそも論だけど、無理じゃね。ギミック内で未来利用3体の回答ねえだろ。さあどうする。はい、神ゲー強すぎ。うお、なんか反動なんか強そうじゃね。なんかやっぱさ、未来利用ホープってかっこいいくて強くて最高なんだよね。硬くて大きくて、何の話だ、硬くて強くて、ドロール&ロックバーとか、ドロバは、いや、まあ最大展開目指すんなら、これ、小松しかねえな、これ、ちょっと増字って言われたら、ほんと何もで、なんか、マジで、ストップエンドみたいになるけど、増字って言われたらストップエンドみたいになるけど、これちょっと勘弁してください。ドロール&ロックバーとはやめてください。ちょっと増字だけ、ほんとやめてください。あの、他のも誘発はいいですもん。他の誘発は結構もういいです。なんか何言ってもらっても構いません。 あれだけやめてください。あの2ビルだけヘアします。レベル3のモンスターに対してオーバーレイエクシーズ召喚あらあれをナンバーズ75ワクランのゴシップシャドウ、そしてデスガイドを召喚、デスガイドの効果を発動。これ一番強いかもね、初動の中で。そのベイゴマックスプラスデスガイドっていう初動た結構一番強いかもしれない。2ビルケアもできるし、ちなみに何でも向こうみたいな、モンスターを立てるのが結構苦手で、ゴブリンライダーってモンスター効果向こうとかは結構いっぱい構えられたりするんだけど、今回の場合なんてもう特に未来利用3台というかね、未来利用3台出そうとしてるからそれ出るんだけど、ただその代わりとしては魔法トラップカードの向こうとか、あと手札とか墓地とかのモンスター効果向こうはもう未来利用ぐらいしかないから、魔法トラップ向こうがとにかくないかな。うん、魔法トラップ向こうなんかトーテムバードみたいなやついた気がするけど、ランクさん汎用じゃないやつで、一応風属性かなんか使ったらなんかいけるみたいな。でゴブリンライダーバックオンクラッターを、特殊召喚することによってモンスター数が増えるということですね。これミヤンダがやっぱり出せるのが強いんだよね、デスガイドって。デスガイドのね、このね、この悪魔族をも呼んでこれんのマジで強い、最強。 UR の性能してるわ。うん、エチガイデスガイド早く欲しいね。で、ミヤンダとクラッタでチャリオットキャリー号出して、でチャリオットキャリー号の効果を発動。まあ、ここはリンク値伸ばしたい場合は12獅子とか入れたりするし、まあ、今回ちょっとランク3したいんでレベル3を普通に供給できるゴールドプライドを入れてます、一応出張採用として。でベタラック発動、うわ、馬娘プルディダービー発動君の愛馬がドッキュンドッキュン走り出し、レベル、ランクが同じナンバーズ以外のエクシーズモンスターでオーバーレイエクシーズ召喚フューチャーナンバーゼロ未来王ホープ、そして、未来王ホープの上に重ねてオーバーレントークを再構築、うお、エクシーズ召喚あらあれをフューチャーナンバーゼロ未来王ホープ、さらに一旦、ゴブリンライダー第三条の効果を発動。第三条の効果により未来王ホープの素材を1個取り除き、未来王ホープを墓地に送ることによって、今は回収しとけ。で、ゴブリンライダークラッターを回収。さらに、ゴールドプライド、リオンを特殊召喚。そして、レベル3のモンスター2体でオーバーレジェントアクを構築。エクシェンド召喚、アラーレオ。ナンバーズ71、イバリアンシャーク。イバリアンシャークの効果。オーバーユニットを1つ使う。まあ、1つ使ってもねえか。未来王ホープを特殊召喚し素材を1個下に加えることができる。これいいか。そして未来王ホープ1体でオーバーレイネットワークを再構築、エクシェンス召喚あらあれを未来竜王ホープとりあえずダブル未来竜王。そして未来王ホープの素材を1個取り除き、自分の墓地のミアンダの効果を発動。ミアンダを墓地より特殊召喚。ミアンダの効果を発動。手札から
ゴブリンライダーを特殊召喚、レベル3のモンスターに対してオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。さあ行け、ナンバー71、リバリアンシャーク。リバリアンシャークのオーバーレイネットを、未来用を蘇生しながらその下に重ねるぜ。どんだけ召喚ムービー出るこれ、このデッキ。しつこいぐらい召喚ムービー出るな。しつこいぐらい召喚ムービー出るな。そして、未来用ホープ1体でオーバーレイネットワークを再構築。あらあれよ、うわ、未来竜王ホープ強え。そしてエクシーズアーマーフォートレスを、一応特殊召喚。これ一応あれだね、あのアーマーのエクシーズカードなんかもう一枚魔法カードあんじゃん、なんかあれを入れたら2個素材外せるからダークナイトランサーまでいけそうだけど、一応ね。そしたらなんかフィールドのモンスター全部エクシーズモンスターみたいになるけど、かっこいいね。ちょっとマスカルナしますね。ちょっとごめんなさい、仲間外れはどうでみたいな、仲間外れどれですかみたいな話あるんですけど、こっちの方がいいか。一応アニマルも出てきますね。でこうして、でエクシフルアーマードエクシーズあんまり関係ねえか今回は。ちょっと盤面が埋まってっからな。まあ盤面が埋まってはいるんだけれども、てかもう そもそももうほぼエクストラないっていうね。リトルナイトのアーゼウスとダークナイトランサーとあれしかねえじゃん、ガモンガしか。なんか特にやることもないよ。もう先行にほぼ使うわリソース、これでいけ。まあ多分トリプルミラリオまくれないでしょ。出たー、リーチ。いやこれ未来竜王じゃね、さすがに。ハイデラの効果とか絶対通したらあかんから、素材が2個のやつを使っていけばいいんだよな。こっちの方がいいか。未来竜王ホープの効果を発動して、ミアンダを素材に取り、相手のモンスター効果を無効にして自分のフィールド上に特殊。なれーだーれ、禁じられた人地図。でもこれ無効にしなきゃいけないカード多すぎない？これ多分大丈夫じゃね？これ禁じられた人地図さ、なんか投げたとしてもさ、なんかゴリラが多すぎてさ、無効にしなきゃいけないカード1、2、3、4、5枚あるからさ、5枚あるんだよ無効にしなきゃいけないカード。終わってないこのデッキ。5枚に無効にしたら相手の手がなくなるかみたいな話あるよね。未来竜王、未来竜王、あと何なんだろう、マスカリナ、未来竜王、未来竜王、未来竜王から、未来竜王、未来竜王、未来竜王されたらめんどくせえな、普通に。未来竜王、未来竜王、未来竜王ってされて、でもなんか相手の手がなんだよって話だよね。あとハイドラを一応使ってっから、一応サーチが入るのかってことは、あれか、海面持ってくる感じか。海面持ってきて、これ宇宙起こされる、これから。え、俺もしかしてこっからワンキルされるみたいな未来。あ、そっちか、なるほど。そっちだったらもうモンスター一体にしかなんねえか、大丈夫じゃね。はい、坂月みちる三元層は、いやもうこれは使えないな。まあしょうがないか、持ってこられて出てくるのはまあ別にいいか。ちなみに未来竜王君は別にダメステルも発動できるんで、チュンドラとか無効にできます。っていうか相手絶対未来竜王これ無効にしないといけなかったんじゃないの、これ。マスカレーナとか、まあ、でマスカレーナ無効にしないで、ここでリトルナイトって言われて死ぬのか相手。結局これ相手積んでるでしょ絶対。禁じられた人雫の回答は何ですか。Q&A、 ゴブリンライダー Q&A いきます。禁じられた人雫の、回答は何ですか。アンサー、禁じられた人雫では無効化できないほどのゴリラをいっぱいのある子です。はい、ゴリラ遊戯をすればいいっていう話。2フェーズ終了前、はいどうぞ。海面ですね、海面ですか、バトル。はい、海面の効果使って、なるほどですね、海面の効果を使って、チュンドラ持ってきてチュンドラ出すしかないですね。チュンドラ持ってきてチュンドラ出す以外ありえないと。でチュンドラが出てきて、で、まあ、チュンドラでぶん殴ったところで未来竜王君の効果は、発動無効なんで、これダメステルも使えると。でぶん殴ってくる効果発動してくる、まあ、ダメだ黙れって言って、黙れって言って、でオーバーレイユニット1個使うことにより、相手のモンスターの効果を無効にして、フィールド上のモンスターの効果を無効にすると、自分のフィールド上にパクることができる。そして自分のカードのように使うことができる。はい、神ゲーよしよーし、ミダが撤廃に、トリプル未来竜王の上にヒレクスがいい。あー、まあ結構貫通ワンチャンあれできるかな。まあちょっとあれだな、ランク3できるかどうかゲーミングすぎる、これ。ランク3、オフリススコーピオ来た、出ました、オフリススコーピオ。オフリスダーリング、やばい、なんだこれ、捕食か、捕食植物。そういえばあれだね、今ライカ来てるからちょっと強化されてるんじゃない。
ライカ捕食みたいなできあったよね。 OCG でもね。ちょっとあれ組んでねえな、そういえば。ちょっと組んでみてえな、あれ。超越融合。はい、クリス・ダーリング、アンブロメルデス。なるほど。これ、肝融合ないから、アンブロメルデス出しにくいんだよね。これ、超越融合しなくてもね、肝融合持ってきて、肝融合ポンって出せば、アンブロメルデスできるんだけどね、簡単にね。まあ、超越融合の効果を起動しなければならないっていう話があって、アンブロメルデスの素材が1個返ってきて、なるほどですね。モンスター数増えますね、強すぎますね、これね。アンブロメルデスの効果を起動。なるほど。なるほど。何が出てくる？ビブリスプ？オーケー。ビブリスプ&プレータープランター。ちょっとわからないな、なんだこれ。プレータープランター、一旦自分のメインフェーズに手札を落ちからレベル4以下の捕食を得しようか。なるほどね。モンスターめっちゃ並ぶな。何すんだ？モンスターめっちゃ並べて何すんのか知らん。今の捕食って。はい。2体で。ジャスミン。なるほど。こっから植物展開いくってことか。誰？スパイダーオーキッド。誰？ピーカー、ここが自分の表側表示とか、割れる、なるほど。なんか、わかんないけど、とりあえず割れる効果持っていたのは、メッシングエックセイバーインボーカー効果、全然捕食関係なくなっている。全然捕食関係ない。ウォークライフォティア誰？全員誰？ウォークライフォティア誰？で、2体のモンスターで、イゾルでなんか宇宙が起き、ま、舞い起こってるな、これなんだこの謎の効果、謎の展開。なんか捕食植物かと思ったらアロマセラピージャスミンとイゾルで出てきたか。はい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 、なるほどですね。セリオンズリリーボリアは植物を装備して出てこれって、キラーポテト出た。スクエアクローのお供じゃん、これ。スクエアクローのお供来た。スパイダーオーキッドの効果を発動して、キラーポテト爆発させて、キラーポテトを爆発した時の効果で、インゼクターダンセル。やばい。ダンセルとかいうぶち壊れモンスター来ちゃった。出ました。なんだ、いつだったっけ ?2000何年かの、世界大会優勝デッキね。WCS、インゼクター。動画姫出てきた。なるほど。これダンセルホーネットされる？いや、俺のフィールド上にカードねえか。そもそも。ローンファイアブロッサム、なるほど。なるほど、わからん。これマジで何すんだろう。ローンファイアブロッサムの効果発動、リリースしてデッキから植物モンスターを特殊召喚。対空砲火。何まずい、このカードは、自分のフィールド上の昆虫族モンスターを1体リリースすると相手に800ダメージを与えるっていうぶち壊れモンスター。妖刀竹光を装備されて、で、ダンセルの効果、このカードに装備カードが装備されるとインゼクターセンチピードを特殊召喚できる。なるほどね。そして対空砲火の効果、インゼクターダンセルを、ぶっ壊して800番を与え、妖刀竹光の効果によって、なるほど、神刀竹光を装備で、神刀竹光の効果を発動して、竹光を、装備カード扱いで装備できる。なるほど。そうするとセンチピードに装備カードが装備されたため、デッキから、あ、違うわ、これなんだっけ、手札墓地から手札墓地側、装備カード装備され墓地を借りたらデッキからインゼクターカードっていうのがいる。なるほど、インゼクターカード、サーチか。なるほどね。で、対空砲火の効果、センチピードをリリースして800万、そして妖刀竹光の効果によって神刀竹光をサーチ、そして、イグナイトイーグルとかいう謎モンスターをペンデラムスケールにセッティング、そして、ペンデラムスケールでペンデラム召喚、こっからのペンデラム召喚やばやばえ、これもしかしてさ、インゼクターなんか無限に出てきて、なんか無限に耐久効果でリリースされて俺死んだりします、もしかして。もしかしてこれ対空砲火魔ってことですか？インゼクター俺全然触ったことなくてあんま分かってないんだけど、インゼクターありえん展開力あって、なんかとりあえずなんかすごいモンスターいっぱい出るんだよね。さあ、ホーネットの効果でフィールドの装備カード爆破できました。で、爆破されるとダンセルの効果が発動して、で、さらにダンセルの効果も発動する。デッキからインゼクター、ダンセル以外のインゼクターを2体特殊召喚できる。やばいって、なんか宇宙起きてるよ。なんかわかんないけどすごい宇宙起きてる。宇宙展開始まってもうた、これやばいかもしれん。ああ
ああああ、なんすげえ複雑な動きしてない。何が起きてるの一体。ギガマンティスをなんだっけこれ、これ何進んでる人、あ、蘇生できるんですか、ね、このセンチピードの効果発動。どういうこと、わからん、間違えた、タイムアウト